ネッテ・ディトルトは、西ドイツ出身の女性、ドイツ、チェコの元フィギュアスケート選手、ISU グランプリシリーズ出場10回。1999年チェコフィギュアスケート選手権、優勝、ドイツフィギュアスケート選手権、優勝5回。姉は、フィギュアスケート選手のベロニカ・ディトルトバー。1983年、西ドイツのランツフートで、チェコ移民の娘として生まれ、 二歳からスケートを始める。1997から98年シーズンにドイツ所属で ISU ジュニアシリーズに参戦、表彰台にも上る。翌シーズンはチェコに所属を移し国際競技会に出場。1999年のチェコ選手権に優勝したが、2000から1年シーズンからは所属をドイツに戻す。この後にシーズンは、 国際競技会に出場していない。国際競技会に復帰した2002から3年シーズンから2005から6年シーズンまで、ヨーロッパ選手権や世界選手権、ISU グランプリシリーズに出場。また、ドイツ選手権を制し続けた。2006年、ベテランのペアスケート選手、ノルマン・イエシェケをパートナーに、ペアに転向したが、プロ活動を目指すイエシェケは、 競技選手から引退したためほどなくペアを解散。競技会には出場することなく、翌シーズンからシングルスケーティングに戻る。2007から8年シーズンには世界選手権で12位、2008から9年シーズンにはヨーロッパ選手権で7位と自己最高順位を更新した。2009年世界選手権でのディトルトの成績により、バンクーバーオリンピックへのドイツの出場枠を確保。 したが、2009から10年シーズンに、ドイツスケート連盟が設定した、出場基準を満たす成績を残すことができず、オリンピック代表には選ばれなかった。2011年5月19日、家族の不幸を理由に競技生活から引退した。引退後は、ヤニック・ボヌールとのペアで、アイスショーを中心に活動している。ありがとうございます。